仏舎利塔模式地。永安寺白塔の霊仏舎利塔とは、仏舎利を治めるとされる仏塔。一般に仏塔の原型であるインドのストゥーパの様式をそのまま模して建てられた仏教建築物である。ドーム状の構造物の上に草林を持つ。日本では近代になって建てられたものも多い。また本来の舎利を祀るだけでなく、太平洋戦争で亡くなった戦没者を祀る。 仏舎利塔もある。中国では仏舎利塔のことを福鉢式塔と呼ぶチベット仏教の仏塔である。福鉢式塔の作りはストーパの作りと基本的に同じで南北朝時代の運行石窟の中にすでに福鉢式塔の造形が見られた。早い時期にチベットに伝わり、チベットから各地に広まった。ストーパはやがて中国で宝塔として、 形を変えていくが、元の時代に入ると、チベット仏教が、坂になり、再び、インドのストゥーパが中国に入ってきた。そして、漢民族の住む地区にも建てられるようになった。福鉢式塔は崇拝のために使われる。中にはシャリが収められ、また、高層の墓としても使われる。福鉢式塔の中は空洞になっていない。大きさは、大小まちまちである。 中国に現存する最も大きい福場知識塔は元の時代に建てられた北京の明王寺の白塔である。これ以外にも北海公園の永安寺白塔などがある。日本の淵沙利塔は飛鳥時代の宝光寺、法隆寺、四天王寺のように古くは木造の補充塔や見え塔として建造される例が多かったが近代になると戦後の平和を願うなどの目的で 熊本市の花、岡山、北海道釧路市の日本、山明法寺、静岡県御殿場市の平和公園、富山県高岡市の八伏山などに、仏舎利塔島が建造された。日本の仏舎利塔島では、全国でただ3カ所のみ仏舎利が収められている。他は、経典や宝石が収められているのが普通である。中国日本、ありがとうございます。